はい、こんにちは、母ちゃんです。ポッ、違うか、ポッポッあのね、今日はね、はい、ちょっと面白いものを見つけたので、うん、買ってみました。お、それがこちら、じゃーん、スガキ屋とペヤングのコラボ焼きそばです。ちょっと待ってよ大丈夫それ、うん、これはね、スガキ屋とペヤングがまさかのコラボ、はい、で、スガキ屋ラーメンが焼きそばになったという商品で、はい、まあ、ここにも書いてあるんだけど、もう名古屋の味なんですよ、スガキ屋というのは。あ、もう名古屋といったらスガキ屋ラーメンなんですよ。おい、名古屋のもんだからな、これ。岐阜人。名古屋のものだからな。お前ら、名古屋じゃないからな、岐阜は。何、そんな岐阜に厳しいの。岐阜だけじゃないけど、なんか、岐阜だろうだけど、よく言うのは。まあね。まあ、というわけで、これをね、今日は、食べてみようかなと思って。うん、はい。やっぱり、名古屋人として、これをやらないかんかなと思ったわけですよ。はいはい。で、本当はね、名古屋人として、はい。やらないかんのは、ああ、あれなんだけど、ああ、子供の日日より、はいはい、なんだけど、ああ、マジであんなの並んどれんのだって。そりゃそうだ、うん、私まだね、一回も食べたことないから、ああ、一回食べてみたいなと思ったんだけど、うん、何せもう並ぶのが大っ嫌だから。あれ、免疫の高島屋、うん、違う、知らん。じゃ、免疫でしょ、うん、とにかく場所は、うん、あれね、行列作って並んどんだけど、うん、あ、並んどる人名古屋人じゃないからね、ちなみに。いや、まあね、うん、あの、特に、うん、特にゴールデンウィークは、ああ、あの、いろんなとこから来て、うん、並んでたみたい。あの、名古屋人ってさ、うん、並ぶのそもそもあんま好きじゃないから、まあ、あんまり、そうだね、あんま並ばんよね。もう並ぶぐらいだったら違う店行くわっていう、そうそうそう、感じだね。うん、うん、まあ、そうでないやつもおるけど、中には。そりゃおるよ、うん、まあ、人それぞれですよ。ミーハー主婦とかね、人それぞれですよじゃあ、早速開けていきましょう。うん、あのさ、うん、よくスガキ屋ラーメンのカップラーメン売ってるのって、うん、そうだね、うん、あの、店と全く一緒だよ、味。全くではないでしょ。いや、まあ、ほぼ変わらん。あんな再現度の高いカップラーメンあるかっていうぐらい。まあそうだね、確かに再現度が高いただチャーシューがまずい。あ、チャーシューはね、うん、それはしょうがないでしょ。あ、いや、見て、ほら、中までスーちゃんがいる、これ。ああ、ほんとだ。ちゃんとこだわられてるよ。ああ、中が、これが火薬ね。はい。で、火薬が普通のペヤングとは違って、うん、あの、メンマだね。ほぼメンマ。あ、ほんとだね、うん。うん。普通のペヤングはなんか変な肉のさ、こういう丸っこいやつとかさ、ああ、そういうのに。ああ。で、あとソースが、これほら、スガキラーメンの色。あ、ほんとだ。うん。うん。全然違う。キャラメルマキアートのソースだね。で、あとはこっち、隠し味。はい。で、まず火薬を入れて、はい、お湯を入れていきます。はい。こうさ、うん、火薬を本当は麺の下に入れないかもしれないよ。ああ、そうだよ、うん、プロはね、うん、まあ、めんどくさいからやらんけど、うん、うまそうな匂いがするな嘘でしょ、まだ匂わんでしょ。いや、やっぱりサバイバルやってると嗅覚も味覚も研ぎ澄まされるからなめちゃくちゃ匂うんだよ。あのね、はい、父ちゃんの習性として、はい、あの、直近に見た YouTube を真似するっていう習性があるんですよ。そんな習性あるのか俺に知らなかったな。最近、なんかサバイバルキングっていうね、ああ、YouTuber を見てて、ああ、で、それの真似をね、ずっとしてるんですよね。いや、サバイバルキングってさ、うん、あれ、レベチだね、うん、すごくない？すごい、めちゃくちゃすごいんだけど、うん、俺、うん、今までいろんな YouTuber 見たけど、うん、YouTube 見たけど、うん、心から尊敬できる YouTuber って、うん、初めてかもしれない。ほんとすごい。あの、サバイバルキング見とるとさ、うん、マジで、なんていうの、サバイバル系の、うん、やってる他の YouTuber、ゴミに見えるよ。実際ゴミだし。じゃあ、まあ、そうこうしとるうちに3分経ったんで、はい、お湯捨てていきます。ああ、はい、湯切りしてきました。はい。で、ここにソースと、うん、
隠し味を入れていきます。はい、ペンのね、その方がペンするちょっ、感じきた、絶対ちゃんとするやめて、わ、めっちゃめちゃすごい系だ。あー、すごい系だ。はい、完成。あー、じゃあ早速ね、いただいてみたいと思います。はい、実食うまっ。あのね、うん、マジでスガキヤラーメンの汁をなくしたみたいな。へぇ、で、ちょっと濃いね、結構、あの、しょっぱめ。あ、そうなん。うん、じゃああれじゃん、生卵とかの感じじゃん。あ、いいかもしれない、うん、あ、これ本当に卵ちょっと入れたかった。あ、絶対うまいよ。うん、あの、これ普通のペヤングより美味しい。なんでかっていうと、うん、普通のペヤングってさ、うん、パッサパサじゃない。まあ水分ないね。でしょ、うん、なんかもう喉に詰まるっていうか。ああどうだーって。ペヤングファンを敵に回したなと思って。じゃあじゃあ、まずいとは言ってないよ。ちょちょちょ、まずいじゃない。ペヤングファンはそこが好きなんだよ。うん、ああ、確かに、ね、うん。UFO とかが嫌いなんで、ペヤングファン。UFO はダメ。ダメじゃダメだよ。あの好みの問題だけど、私的にはね、あのソースがドロドロすぎて、そうそうそう、そういうのが嫌で、うん、ペヤングが好きっていう人も、うん、が多いからね。さあ、もちろん、うん、私もペヤング好きなんだけど、うん、このちょうどいい、なんていうの、多分油分があって、うん、これもう麺のテカリ具合は言う、テカリ具合見たら分かると思うんだけど、あの油分があるんだって、うん、だから、うん、つるっと食べやすい。あ、うん、ペヤングなのかペヤングなのかどっちなの。ペヤンジュン。あ、ペヤンジュン。うん。名古屋はね、うん、あんま魅力的ではないという、まあ、まあ最近だけどめっちゃ都市開発しとるでな、名古屋って、うん。アホみたいに。やめてほしい。めちゃめちゃ都市開発しとるからね。うん。うん、まあだから、あの、魅力的、魅力かどうかは知らんけど、うん、まあ魅力になってきたと思うんだけど、うん、あの、とにかくね、飯はうまいよ。間違いないね。あ、じゃあマジでさ、うん、大阪とかさ、うん、食い倒れ、うんうんうん、とかあるじゃん、うん、なんかあのまずい一言で言うとそれがするよ。全然うまくない。うまい店もあるんだろうけど、うん、全体的に名古屋の方がうまい。申し訳ないけど、うん、うん、まあ、マジうまい、食べてん。あ、今全然お腹空いてなかったんだけど、うん、めっちゃなんか食べれるわ、一個余裕で。うん、何これ、ちょっと待って、なんか普通のペヤングよりうまいって。じゃあ、うん、ペヤング超えとるけど、うん、違う違う、あのスガキ屋のカップラーメンがさっき再現度高いちょったけど、うん、これまんまじゃんだからスガキ屋だ。これスガキ屋のラーメンじゃん。うん、スガキ屋のラーメンの汁ない版みたいな。うん、うん、あの、本物いや、そうだろ、うん、なんかさ、よくさ、うん、あの、ラーメン屋を、うん、カップラーメンにして、ね、あれダメダメ、あれね、もう分かった、あの、スガキ屋以外買わんほうがいいよ全部嘘だから。全然違うじゃんってなるじゃん、うん、あ、まだなんか一覧は多分それっぽいんだけど、そのものっぽいんだけど、カップラーメンにして。そうだったっけ。いや、食べたことない。それ以外のなんとかなんか京都のどこどことかさ、よくあるじゃん。全然違うじゃんってな。あ、偽物。あ、偽物ちょっともう、あの、詐欺。詐欺。だけど、うん、一覧、うん、あの、ダメ。うるさい世の中、一覧って。うん、一覧ってさ、うん、別にさ、最近できたわけじゃないからね。うん、昔からあるから、うん、俺は、うん、昔からマジで嫌い。なんなの？全員一蘭流行らせようみたいなのあんの？わからん、よく。一蘭のインフルエンサーなっとんのか、みんな。んで、うちらはスガキ屋のインフルエンサーだろ。うん。俺は本当に、その最近の世の一蘭ブームはね、納得できんよ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。
え、マジでうまくて一瞬でなくなったんだけど。ああ、やばいね、これ。うん。よし。買い占めよう。いや、マジでうまいわ。うん。これ、もしね、見かけたらね、うん。みんな買ってみてください。うん。もしかしたらネットでも売ってるのかな、よくわかんない。ネットで売ってたら、まあ、全国どこでも買えるよね。ああ。マジでうまいわ、びっくりした、うん、じゃあ終わりましょう。はい、はい、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。はい、大人になってちょっと小金を持つようになって、うん、俺はスガキ屋なんか食わねえぞって生きり立ってるそこのあなた原点回帰してスガキ屋食ったらマジでうまいから、うん。